都知事一行、あと5分ほどで到着。あんま気合い入れすぎんなよ、体固くなんだから。分かってますって。まあそこまで力抜かなくてもいいけどね。ほんと買いかぶりすぎっすよ。一日中ぼーっとしてるだけじゃないですか。あんなやついざというと玉よけとしても使えないっすよ。そう？私はそう思うんだけど。なんすかそれ。じゃあ試しに本気で殺してやるって思いながら井上のことにらみつけてごらん。何言ってんすか。いいから。偶然に決まってるじゃないですか。大丈夫か。大丈夫です。何かありそうか。今んとこないっすね。公安の連中もうじゃうじゃいるみたいだし、ここは大丈夫だと思います。見分けられるのか、公安の連中は。雰囲気は全然違いますからね。木の下にいる風船配った男、あれ俺の同期です。潜入捜査ばっかりやらされて大変みたいですけどね。警護課もアメリカのシークレットサービスみたいに独自の捜査機関を持つべきなんだよ。俺たちはデュラハンじゃないんだからな。何すか。アイルランドに伝わる首から上、つまり頭が存在しない騎士だよ。あのジョニー・デップのスリーピーホローに出てきたやつですね。ああ、それだ。でも捜査機関より現場の整備の方が先だと思います。アメリカじゃ VIP が演説するときは銃撃に備えて背の低い防弾ガラスを VIP と観客の間に立てておくみたいですよ。いざというときに VIP はそれを防弾用の盾にするんです。それに日本は狙撃対策が無防備すぎますよね。ここなんかどうぞ狙撃してくださいって言ってるような場所ですよ。確かにな。そもそも上の連中は狙撃テロなんて起こるはずがないと思ってるから。都知事一行、まもなく到着。俺は持ち場に戻る。もし不審者を見つけたら遠慮なく逮捕しに行け。分かってます。